なければこの足で作る。いってらっしゃい。校長から話は聞いた。お前たち蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は、忍びになるのを諦めてここから出ていけ。あ、先生、いいところにいました。修行に付き合ってください。あ、先生、めんどくさいとかって思ってない？思ってるわけないだろう。教師を何だと思ってるんだ。なんで忍びになりたいんだ？先生、私忍びになんてなりたくないけど。え？私がなりたいのはスーパー忍者だから。スーパー忍者。そう、それで世界に平和を。ラブ&ピース。それじゃさ、先生はなんで忍びになったの？お前たち生徒と同じで、たまたま両親が忍びだったからだ。エリート中のエリートじゃない。それがさ、こう言っちゃなんだけど、どうして先生なんかになったの？簡単な理由さ。忍びの任務で死ぬことはあっても、教師の仕事で死ぬことはない。任務で死ぬ。そうだよね。私も忍びになる以上覚悟する。命をかけてラブ&ピース。
もう一度言う。蛇女の生徒にやられて気落ちしているような奴は忍びになるのを諦めてここから出ていけ。キリア先生、いくらなんでも言い過ぎでは。そうだよキリア先生、そりゃないぜ。あたいは何を言われてもいいさ。だけどアスカはまだ2年生だってのに敵の大将みたいなやつと戦ったんだぜ。殺されなかっただけでも大したもんだよ。まずは一言ぐらい褒めてやってもいいんじゃないか。蛇女が育成しているのは政治や企業の暗部を担う忍び、いわゆる悪人。非道と言われるような仕事も厭わない連中だ。悪人は手段を選ばない。目的を達成するまで執拗に攻めてくるだろう。それこそ蛇のようにな。戦いを避ける方法はないのでしょうか。悪人は交渉が通じる相手ではない。奴らは必ずまた攻めてくる。だったらこっちから先に攻めるってのはどうだ。蛇女の本拠地がつかめていないのは知っているはずだ。でも今度はキリア先生がいるから大丈夫だよ。そうですね、キリア先生がいらっしゃれば。蛇女との戦いに関して俺は手を貸すつもりはない。なぜでしょうか。理由を教えてください。キリア先生、ヒバリたちを助けてくれないの。ヒバリたちを見捨てるの。前にも言ったはずだ。お前たちは学生とはいえ忍びだ。忍びとしての覚悟を持て。これが最終試験だ。うまく合格すればお前は明日から一人前の忍びだ。緊張するな。それじゃ、行きます。よし、やった。
楽しみにしているぞ。